はい、どうもシルビです。Welcome to Gundam Online。 今回は北極基地です。本日は北極、まあそんな多いですね、そこそこね、うん、まあ嫌いじゃないんで、ま、昔の方が好きか嫌いかで言うと昔の方が、まあ歩兵戦ができる割合が増えたので昔の方が好きっちゃ好きなんですけど、ただこの新しい配置はそのマップを全体的に使えるようになったのでそれがすごくいいですね。以前は3人密集しまくってたんで、その点はすごく好感が持てます。どこに行くか、ロックオンされてるんですけど、入り込んだ。問題はここからです。直撃で死んだ。頼んだ一人敵が大量に戻ったんでね、チャンスですよ。入り込みましたね、さすがドムさん。いや、私の死は無駄ではなかったということですな。そうすると敵が若干後ろに下がるんですよ。他が戦いやすくなるっていうですね、ことですね。大事ですよ。そう、完全に私がおとりになりましたいいんだ。大事大事、殴れたからね、結果としていいんですよ。目の前でまっすぐ飛ばないこのシュトゥルムファウスト素晴らしいですねって言いたい。まあとにかくね、今回はネズミっ子になりましょうかね。上から撃たれた。そんなことは分かってるんだって話ですかね。オーバーヒートっていうか3を取られてるおかげであれなんですよね。補給、コンテナの数で若干差ある。あとは歩兵でちょっと負けてるんでしょうな。3を取られても歩兵で勝てることは勝てるんで、純粋にちょっとやられてますね。結構死んでおります。みんな頑張れ。
おい、クラウン買い物まあもう今になってくる。やばい。やばい。全然動けてない。流れが良くないっすね。最初に入り込めなかったからな。いまいちですね。持ってはいないですね。コンテナを持ってるかと思ったら。まあ3取り返すしかねえんかなという感じですね。この今状態だと。いや本当あそこにシティのファーストをガッツリ打ちたいんですけどね。私はもうそれがしたいだけや。やめてほしいですね。ちょっといただけよけぬ。あー殺された。残念。もうちょいなんかこける高さの判定を上げてほしいですな。ちょっといただけですからね。ちょっと、本当にと常々思うんですけど、じゃないとなんか 3D 戦、せっかくの 3D 戦闘が楽しめない。なんだったらあれですよ、そこら辺のリアル系 FPS は大して変わらなくなっちゃうんでね。ずっと横に走ってるだけなんてと思うんですけども、下を破壊できればいいんですけど、てかここに密集しすぎでしょって感じですね。ちょっとね、声しかいないんでね。まあこっちも声だらけなんですけど、声だらけなんですけども、こっちも。まあだから、膠着というよりも、お互いがお互いで安全圏から打ち合うゲームになってるんで、みんな危険を犯そうぜっていう感じですね。敵も味方も光栄だらけっていう感じですね。かかったし、声が多い。25人、半分半分ですね。ちょっときついですな。ここで打ち合ってるだけのゲームになってるな。動こうぜ動こうぜ、負けてんだよ。戦況豚が走らないといけないのに、なんで負けてるのか、のんのんとやってるねんっていう感じですな。という感じでございます。なんで、そして相手のあの高さでこけないんですかね。この差がわからない。こっちはこけて相手はこけねえのかよっていうオチですね。この高さの指定をもうちょい上げてほしいですね。まあ厳しいな。3にもいかないし、
ていう感じなんで、まあ4取られないだけマシかって感じですね。まあ知らない、自分でやれることはやるしかない。これはかといってね、まあこういう試合だと何がきついってね、前やってる人がねすごい不毛な思いをするんですよ。うん、ないとか、じゃあ3を取り返そうとかって思ってる人がものすごい悲しい思いをするんで、じゃあ俺もこれやるしってなっちゃうんですね。それはよろしくない。なのでね、ぜひ意識を持って、この状態からこうやっててもね、あんまり勝てないんでね。そこで置いちゃっていいぜ。あー、ミノ巻かれましたね。さーて、よっ、だけど3取りましたね。こっからなんとか3取った人グッチブスよ。ここでコンテナ差で、まあただどうだろうって感じですね。ちょっとあと8分で元を取れるかどうか。だけどやるしかないんだ。どうしたものですかね。お、この試合初めて復活をしてもらいました。まあここでなんとか流れを持ち返したい。来るかな。ありがとう。まあここ集めるしかないですね。今はね、今とりあえずこれでちょっと、あとはこの上をね、処理しましょう。もうそこはいいですね。ちょっと差が縮まってきてます。ここから3の上を処理して、で、B コン、安全な、何でしたっけ、コンテナ確保を確保しつつ、ネズミ行きましょう。全部やる。全部やればいいのだ。そうそう、マカクさんをどんどん突っ込んでちょうだい。
ますよ。まあ、核をどこに出すかって感じですな。しかもそっちに出るんかい。あと4分。7を取りましょう。ああ、だけど4がちょっときつそうだな。OK、危ない危ない、死んでたまるか。よし、釣れた。割とね、出しミスしましたね。まさか中央に出ると思わなかった。南から行くしかないでしょう。各機も一緒、処理はないんでね、道筋は。私の出した場所が良くなかった。失敗した。オッケーオッケー。のくずりもしねえぞ。あー、武器が遅かった。処理した感じですね。ちょっとねきつかったですね。全員がね徐々に増えてきてくれたおかげで、まあいけたかなっていう感じですね。やっぱ全員は大事です。3は取れた。もうちょい早く全員が欲しかった。強いて言うならまあ自分でできることをするしかないですな。あれ当たったら面白かったのにって思いながら当たらなかったですね。
に撤退してください。ああ、ちょっと残念でしたね。最初入りたかった。よく言えば最初入りたかった。最初 A に入りたかった。悔しい。よく言えば、あとちょっとでしたね。5人ぐらい戻ってたので、まああの時に2とかもいけたんじゃないかなという気はするんですけども、なかなかちょっと、初動、前回の試合の最後でもちょっと言ったんですけど、最初はブレイブハートですから、ブレイブハート、勇気が大事でございます。そんな感じでございました。今回の北極基地ね、まあ4を取られなかったんでね、なんとかいじも、持ちこたえたっていう感じですね。4取られると、ただ敵もやっぱ攻撃多かったんで4を取りに来るっていうなんか気概はなかったですよね。こっちもそんな感じでしたけども、割とね、声が敵味方多いとああいう感じになりますね。鉱山都市とかでも最近そういう傾向が見られるかなという感じです。そんなわけで、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。